一応位置的には親友です。せーの、アニャセヨ。アニャセヨ、ロブン。おぼいそばもか。変身の意味だ。イエーイ。バンガスミダ。バンガスミダ。今日はこの二人です。はい、今日はですね、どどーん。今流行りの。今流行りの。リニューアルされたヘップトッポック名食べようと思います。普通のやつより何倍？ 2.5倍。 2.5 倍ね。前のヘップトッポック名は普通のやつの2倍やったんですよ。大丈夫か、あの不安しかない。散歩的に言うとね、はい、これ韓国の一番辛いコチュクあるじゃん。あ、じゃあ、あの前肉食べに行った時にみんながじゃんけんして辛いの食べたんですよ。あ、痛い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 。それより辛いやつ。何のためにこれを作ったんかっていうのがちょっと気になります。なんか何が楽しくてこんな辛いラーメンを作ろうと思ったんかなって。二日酔いの状態やろ。はい。俺も昨日朝方4時まで飲んだんじゃ。なんかちょっと二人とも、もう危ないやろね、ね、多分ちょっと、ね、間違いなくグダグダしてますけど、わばいさ。実は俺、唐辛子持ってきたかったんだけど、無理です。この中にまずさらに入れようと思って。それしたらもう親友じゃなくなりますよ。念のために普通のやつと食べ比べをしようと思います。これはよく食べる。あ、じゃあこれは簡単にクリアできると。はい、そのあんましリアクションがないじゃないですか。多分俺もあんまないと思う。そうで、前にマリシャンと2人でプルタポックミョン食べたことがあるんです。動画で今ここにピッて出てますけど、2人で普通に、あー辛いなーくらいで終わったんですよ。マジで。でも多分日本の YouTuber の人とか見てたら、これ食べただけでうわーみたいな。それはユーを連れてこない。麺ね、はい、トンネル。世界で一番このプルタ、普通のプルタポックミョンを食べた時のリアクションが世界で一番普通やった外国人なんじゃないかっていうのを自負しております。スープ、この辛い液体スープを入れて30秒だけこの火にかけて炒めます。うわ、ありえん、ありえん、これはありえんわ。あ、赤じゃない、スープの色。スープの色が赤じゃないです。なんか黒、若干黒やな。黒。あ、やべ、焦げたかな。焦げてないんじゃない。あー、匂いすごい、これ。すっげえ、これ。あー、やばいかもしらへん、これ。どうしよう。匂いすごい。このフレークを入れます。はい、シャラシャラシャラ、いい感じ。あー、もんか。はい、辛さ対策調べたんですけど、やっぱし牛乳がいいって書いてるじゃないですか。でも牛乳好きじゃないんですよ。コーヒーがいいって書いてたから、今日はアイスコーヒー。もうビール、ビール。とりあえず普通のやつ食べますか。じゃあ普通のやつ。多分めっちゃ辛いんですよ、言っとくけど。これめっちゃ美味しい。じゃあ僕も行ってみます。ずっと食べてたらじわじわ辛くなってくる。後から来るもんな。いただきます。全然大丈夫。うん、普通に美味しい。普通に美味しい。あなたたちなんでこればっかし食うのって言われるじゃろ。だってもう怖いもん、これ食べるの。ちょっと一回置いとくね。やらかしそうやけんが、もんかこれに入れて食べてください。あー怖いな。もうちょっと行きよ。分かってる、分かってますよ。全然少ない。分かってるってば。もう一回ちゃんと入れるって。いただきます。行く。うん、うん、辛くても知らんよ。なんかビールしかない。え、美味しい。何じゃこれ。
わざと俺コーヒーまで下げといて。辛くない？辛いですけど。じゃあもう一口。美味しい。どうしよう、企画通り。辛くない？うん、俺の 2.5 倍感じない？辛くない？うん、あかんわ、喋れてないぞ。辛い。じゃあもうこれから俺をいじめないっていうことを言ってくれるんであれば、コーヒー早っ。これが辛い。これ辛い。もう聞こえる。めっちゃ辛い。コーヒー。さあ静電気。痛い。辛い。これで、これで大丈夫か。どうも。あー辛い。じゃあ僕も回す。でも僕ら韓国人はちょっと青唐辛子に慣れすぎと思ったのせいかな、いけてるかな。でもくるくる汗出る。そう、あの汗が出る。あーめっちゃ辛いこれ。あーでもこれくる。そうで結構い痛いね、ベロが痛い。あーでも辛いよこれ。辛いわ。韓国人の僕でも辛いです。이게어떻게매냐면요여러분그입안에침을모두전부다젤리로만들었죠상쾌해지지가않아요와진짜센데요좀食べるのは自己責任でお願いします。お医者さんとこそうだ。本当にほんまに辛かったです。今日これイケエデン怒るかもしれない。ちょっと舐めてたな。見て5倍じゃな、やっぱかなりやったな。え、やっぱ韓国人からすると辛かった。俺も辛かった。後でずっと気合ったもん。味は美味しかったですけど、ま、あのほんまに自己責任になります。これ食べて体調悪くなったけどどういうことやみたいな、やめてください。責任取りません。だってめっちゃ怒ってる。爆弾持ってあーって名残惜しく。ぜひ1回挑戦してみてください。興味ができたら挑戦してみてください。以上、ワボイスオブさんでした。イエーイ、バイバーイ。モモカとコラボ面白かったよ。バイバーイ。楽しかったよ。イエーイ。イエーイ。飲み行こう。はいはいって、本当言ったやん。言ってない。言ってない。今日じゃない。動画を見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録、高評価もよろしくね。せーの、ワボワボウさん、ワボワボウさん。開かへん。開かへん。桃から呼べばいつでも走っていきますぜ。開かへん。はいよ。あや。気が利くじゃろうが。はい、これを受けて、はい。でもヒョンジンさんもいじめてくるじゃないですか。いつ？いつも。ダンボール箱？ダンボール箱。その時期の詳しい説明をしたり。どんな事件やったっけ。ダンボール箱はマート行って、あの買い物したら袋の代わりにダンボール組み立てたりするじゃないですか。そうそう、いっぱい入れるもんね。でやってたんですよ。ちょっとね破れてたんですよ、ダンボールが。でそれに気づいたヒョンジン、ももか破れてるやん、ちゃんとダンボール選ばなあかんやろって。なんかダンボール行ってるめっちゃ怒られた。そんなことめっちゃ怒ってたヒョンジンさん。いや多分ね、俺の心の中ではモモカそれちょっと破れてんじゃない。モモカ破れてんね。モモカがこれいい箱っつって持ってきたのにって言って、途中の回でモモカ早くテープって言って、モモカ破れてるとこないって言って怒られたんですよ。ダンボール花かじご、すいませんでした。すいませんでした。記者会見にある申し訳ございません。二度とモモカはこんなことを受けないように気をつけます。